番道上りです。で東海パーキングでねちょっと休憩と、ご飯食べたいと思います。30分の休憩終わりました。常磐道の東海パーキングをね、出発して、これからね明日着の京都ですね。ルートとしては、今日首都高がねやっぱり雪の昨日のね雪の影響でまだ通行止めの箇所がねかなりあって、その影響でやっぱりね圏央道が混んでますね。いつもの幸手のあたりがね、結構混んでるんで、山回りでね行きたいと思います。眩しい。なんでハドル出てるの。これちょっと行きましょう。行くぞ。ハザードを出さないでいいよ。自分のこの液体輸送なんですけど基本的にはね帰り荷がないんですね。いつもまあ下ろしたらそのまま、関東に戻るという感じなんですけども、お正月年末年始ね、そういった帰り荷の仕事は、たまに入ります。空車で行って、愛知あたりで積んで関東に来るっていうのはまあぼちぼちあったりするんですけど、このまま、配送に行って、そのタンクでね、帰りを積んで帰るってことは本当に年に1回あるかないかってそんな感じですね。茨城県の日立南太田からね、常磐道を上がって、北関東道をね、間に東北道と関越道が入りまして、そして上信越、今長野県佐久市ですね。北関東ね茨城栃木群馬とね横断してきまして、今ここまでね佐久市長野県佐久市で3時間ですね。約3時間ちょっと。はい、じゃあ佐久平パーキングもね、ハイウェイオアシスですけどね。よいしょ、出発します。時刻は20時25分。上信越道、高速ジャンクションまで来ました。長野県ですね。で今これからね、長野道に、切り替わりますけども、この先ね、上信越は信州中野から先がね、冬用タイヤ規制になってるんですけど、昨日もね関東の南岸低気圧でスタック、ね、夏用タイヤでの、スタック車がね、続出しましたけど、まあ、首都高とかもすごかったですよね。はい、まあ今ね実際こういった雪道で、夏用タイヤで、走ると、法令違反になるんですよね。昨日上げた動画でもやっぱコメントをいただきましたけど、まあ、多分雪国の方なんですよね。まあ、信じられないみたいな、ね、コメントをいただいたんですけども、まあ、確かにそうですよね。
基本は冬装備をしっかりした上で、走らなきゃいけないという、ね、法令違反になります。自分もね、もう20年ぐらい前かな、週3回ね、関東から山形の方に行ってました。その時はね、まだ4トン車だったのかな、まあ、20年前か、20年以上前ですね、4トン車乗ってる時に、まあ、山形行ってたんですけど、まあ、その行ってる中でね、2回ほどやっぱりね、接触事故、交通事故にあったんですね。まあ2件とも、まあ、相手が悪かったんですけども、まあ、1件目は、交差点をね、青信号で入っていったら、脇からね、交差点に侵入してきたね、車と接触とかね、もう完全にこっちがね、青だったので、完全に向こうの見落としでね、相手が 100% 悪いっていう感じだったんですけど、まあ、相手もね、すぐ自分がぼーっとしてて、信号を見落としてましたという話でね、相手も女性の方だったんですよ、認めてましたね。でもまあ、あんまり慣れてないというか、どうしていいかわからない感じでね、ですんで、車の手配とかレッカーの手配、なぜかね、自分がしてあげて後々ね、お礼の手紙が来ましたけどね、はい。でその時にね、まずおまわりさん呼びますよね。で、自分関東のナンバーなんで、こっち、まずこっちにね、おまわりさんが聞いてきた言葉っていうのが、装輪スタッドレス履いてますかっていうのを聞かれました。まあ雪道での事故だったんでね。で、まあ自分はね、定期便やってたんで、履いてますよ、もちろんねっつって、まあそれで事故のね、処理が行われたんですけども、やっぱ基本やっぱりスタッドレスを履いてることが前提なんですよね、はい。でもう一件もね、国道13号線米沢走ってたら、ゲームセンターから出てきたね、乗用車がね、加速した時に滑ってきて、自分の右側のね、側面をね、ガリ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 と、前から後ろまでね、擦られちゃったんですよね。でもそれも完全にね、相手が、まあ、認めた事故だったんですけど、やっぱりその時にもね、おまわりさん呼んだ時に、関東ナンバーの自分のトラックを見てね、まず聞いてきたことが、スタッドレス履いてますか、履いてますよ、装輪履いてますかっての聞かれますね、でもちろん履いてますって言って、まあ、事故処理が、ちゃんとね、行われたんです。これで、履いてないとなると、やっぱりね、法令違反とかって、まあ、100ゼロじゃなくなってくるんでしょうね、きっとね、はい。でトラックに関しては、立ち往生ね、冬装備をしっかりしてなくて立ち往生した場合は、やはり、業務、そのトラックのね、業務停止処分とか、まあ、いろんな処分が今度ね、なされることになりました。ですのでね、まあ、自分はヘッドも後ろもね、スタッドレス履いてるんですけど、まあ、そういった感じで、やっぱりスタッドレスタイヤでチェーンは必ず携帯してね、冬は、準備してないとダメということですね。まあ、関東の車もそうやれば、今回みたいにね、またね、4年前もそうでしたけど、今回もやっぱりね、大した雪ではなかったにもかかわらず、まあ、こういったね、麻痺が、起きましたね、交通麻痺がね、はい。はい、これがね、長野自動車道の
ステパーキングですね。サービスエリアなのかな、パーキングか。ここからね見る夜景綺麗ですよね。今回は撮影できないですけど、ぜひね、通った時は見てください。はい、長野道岡谷ジャンクションですね。もうちょっとでね、はい、これから中央道に切り替えますね。液体タンクなんでね、重心が結構上にあるんで、あんまり飛ばしてカーブ入るとね、横転しちゃうので、中央道の岐阜県、枝橋サービスエリアで給油したいので、とりあえずそこまではね、行きたいと思います。滋賀県入りました。名神高速、時刻はね5時15分ですね。枝橋サービスエリアでね3時間ぐらいかな、いや4時間だな、4時間ぐらい止まってましたね。仮眠してました。とりあえず草津サービスエリアまでね、行こうかと思ってます。はい、一棟まで来ましたね。過去にね、カップラーメンを卸しに行った時あったな、昔まだ低床ウイング乗ってた時ですね。草津ジャンクションです。草津のサービスエリアね、寄って朝ごはん食べたいと思いますね。どういうこと？これ左バックで出るじゃないんだ、これね。ここがね、ドライバー泣かせの
駐車スペースですよね。前と後ろが一緒になってるんです。まあケツがこっち向いてるからこのまま押し出せばね出れるんですけど、はい、今草津のパーキングですね。ここはねこういった、2列になる駐車のパターンなんですけど、まあ出づらいし入りづらいしね、多いですよね。あのスイーターとかもそうですもんね。確か関東の方ではね見かけないんですけどね、こういった駐車帯はね。今たまたまトレーラー枠が空いてなくて、で2マス空いてたところをこう斜めに入ってね、まあ、ケツが左側向いてるんでこのまま押し込んで、まっすぐ押し込んでいけばね自動的にケツが左に、左バックの形になって、まあ、出れるようにはなってるんですけども、この右側にねトラックがいたら結構頭を起こせないんでね、めんどくさいかなと。後ろ見えないしね、誰も見てくれるわけじゃないし。ここまで出ちゃえば、そらここは。来ねえよな、これね。シャワーの前が空いてればね一番ベストなんでしょうけどね。そしてこの先ね名神高速から、刑事バイパスに入りたいと思います。刑事バイパスから、第二京阪、本当はねこの先右側走ってた方がいいんですけど、あの合流しますんでね、右にね合流するから右の方がいいんですけど、ちょっと遅いからね申し訳ないんで、ね、とりあえずは左側走って、ね、さあ勢いよく来ましたよ乗用車が。でこのトラックがね入るかもしれないっていう、かもしれないっていうのがないんですよね、この人たちはね。絞り込み合流になってね、もしかしたらトラックが右車線に入るんじゃないかなっていうのがね、入らないだろうっていう気持ちでね突っ込んでくるんでしょうね。入るかもしれないと思ってね運転するのが一番いいんでしょうけどね、まあ、大概乗用車、ね割れ先で突っ込んでくるんで、まあ、やり過ごしてからね入りますけど、事故の元ですからね。日立南太田から、上がってきましたね。